世界のジャパンチャンネルへようこそ。皆さんは工場萌えという言葉をご存知ですか？工場の夜間照明や重厚な構造美をめでることだそうで、各地の工場夜景が見られる場所は観光スポットとして人気になっています。三重県には日本夜景遺産にも選ばれた聖地があるらしく、展望スポットからは光り輝く宝石のような景観が楽しめ、水面に反射する光は幻想的で、近未来的な光景は海外でも話題になっているようです。今回は産業の街の歴史に関する話題と、それを知った海外の人たちの反応を私、桜井美希のナレーションでご紹介させていただきます。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。高度経済成長期には日本各地でたくさんの工場が作られました。三重県四日市市は1959年に大規模な石油化学コンビナートが建てられたことで産業の町として発展。煙突から立ち上がる煙は経済復興のシンボルだったようですが、工場の煙で空気は汚れ、海の魚からは異臭がするように。コンビナート近くの住民は呼吸器疾患に苦しみ、この病気は四日市喘息と呼ばれるようになりました。病気の原因は工場から出された有害な煙で、目や喉を刺激する二酸化硫黄が含まれていたからですが、原因が分かった後も工場の拡大は続いたので犠牲者は増え、現在も苦しんでいる方が大勢いるそう。1967年に公害認定患者9人が健康被害の保障を求めて6つの工場を相手に裁判を起こすと、5年後に患者側が勝訴。大気汚染の公害を訴えた裁判は全国で初めてであり、これをきっかけとして公害を取り締まる決まりが作られるようになったそうです。市は独自に患者の医療費を負担する制度を作り、工場に硫黄酸化物の総量規制を導入するなど、全国に先駆けて実施。市民、企業、行政が一体となって環境改善への取り組みが進められ、1976年には喘息の主な原因とされる二酸化硫黄濃度が市内全域で国の基準をクリアするまでに回復。莫大な設備投資と高度な技術開発によって住民の健康を守るための努力がされてきました。四日市市は産業発展と環境保全が両立した都市へと変化を遂げ、その過程で培われた技術や知識を外国へ伝えるなど、今もなお地球環境の保全に貢献するため力を注いでいます。当時の日本と同じように急激に経済が成長した現在の中国では、大気汚染が深刻な問題となっており、主な原因は自動車の排気ガスや石炭を燃やした時に出る汚染物質だそう。火力発電所から家の暖房まで値段の安い石炭が多く使われていますが、排気をきれいにする設備は費用が高いため日本ほどは整備されていません。政府は規制を厳しくしていますが、大気汚染が原因で病気になる人が増えています。首都の北京では高濃度の PM2.5 が浮遊し、高化学スモッグで視界がほとんど効かない状況。 PM2.5 の平均濃度は2013年から2019年で約半分に低下したようですが、日本の環境水準と比べればまだまだ高い濃度で、海を越えて日本にも影響を与えます。日中間では様々な取り組みが行われていますが、すぐに改善できるわけではありません。でも快適な環境を取り戻すことは可能です。青い空と白い雲が海に映り、キラキラと輝いている現在の四日市市が中国最大の SNS であるウェイボーで紹介されると大きな話題となり、多くの中国人がコメントを寄せていました。その一部をご紹介します。この工場は稼働しているの？停止しているようにしか見えないんだけど。幻想的で綺麗な景色だね。過去の公害被害なんて想像できないくらい。どんな環境汚染も元に戻すことができるのかな。生産性を取るか環境を取るかだと思うよ。でも空気や水をきれいにするにはお金がかかる。日本でまず驚いたのは空気が澄んでること。
綺麗な空気を吸って暮らしたい。日本から中国に帰ると飛行機を降りた途端に気持ち悪くなる。空気が汚すぎて呼吸が苦しいんだよね。僕たちの国もきっと変われるはず。数十年後には中国もこうなっているはずだよ。時間が解決してくれると思ってる？口だけじゃなくて行動しないといけないね。まず国民一人一人が変わらないと。確かに国は当てにならない。環境に対する意識がそもそも日本とは違うのかも。日本は環境汚染から立ち直ったらしいぞ。早く俺たちも同じことをやらないと。日本と同じことをすれば中国も同じようになるのかな。中国全体の環境を改善するのは相当難しいことだと思う。何百年もかかりそうだな。私たちもいずれは環境を回復できるって信じたいな。中国の環境汚染って高度経済成長期の日本以上らしいじゃん。いろんな公害が組み合わさってるし、規模も広いから世界でも前例がないみたいだよ。公害を克服するのはかなりの時間が必要かも。先進国もこうやって発展してきたくせに、今必要なのは環境保護じゃなくて工業化だろ。先進国が前例を作っているのに失敗した方法を真似してどうするんだよ。それにすでに先進国は解決している。見ないふりをしてはいけない。でもここで取れた魚は食べたくないな。ちょっと抵抗があるよね。中国も同じように言われてるよ。日本政府は国民を守ろうとするけど、中国政府は国民を騙そうとする。規制する法律や制度を作ったところでそんなに改善しないんじゃないかな。取り締まる役人や警察に賄賂を渡してそうだし。いつになったら環境保護できるようになるの？日本を見習ってほしいよ。何でも埋めちゃうからね。土壌汚染と水質汚染も深刻だよ。全部掘り起こすとさらに悪化しそう。森林を伐採しすぎなんだよ。何千年も前から変わってないんだから。日本と同じスピードで復興なんて夢のまた夢。こんなに近い国なのになんでこんなに差が出ちゃったんだろう。大気汚染の要因の一つは石炭なんだから、それに代わるエネルギー源を考えないと。現実的な話をすると、こんなに多くの人口を抱えている限りは無理だろう。中国では大気汚染による1日の死者は約4000人もいるらしいよ。世界中の大気汚染で亡くなる人のうち約2割は中国が占めているって聞いたことがあるけど、政府はある程度の犠牲は仕方がないとか思ってそう。人と自然は共生できるんだね。こんなに綺麗な景色を見るとそう思わずにはいられない。環境に少しでも負担のない方法を探していくべきだよな。以上が中国人たちの反応です。中国も日本と同じように取り組めば環境は変えられるはずと期待する声や、半ば諦めている声もありましたね。現在の四日市市の景色から感じた気持ちを忘れないでほしいです。大気汚染による公害の被害があったなんて想像できないほどに回復しているのですから。四日市喘息は大気汚染による公害でしたが、他にどんなものがあるのでしょうか。公害とは人の活動が原因で健康や自然環境に大きな被害をもたらすことで、例えば水質汚染は工場やゴミ焼却場から排出された有害物質が川や湖、地下水に染み込んで水の性質を汚してしまうこと。土壌汚染はダイオキシンやヒ素などの化学物質が地面に染み込むことで起き、地盤沈下は地下水の汲み上げすぎなどによって地面が沈んでしまうことで、一度公害が発生すれば多くの人や動植物の生活を破壊することになります。そのため国や地方自治体では法律や条約によって公害の発生を防ぐ対策を企業に義務付けているそう。しかし世界では発展する中で環境対策にまで手が回らない国や、経済を優先させる国で公害が起きており大変深刻化しています。それを裏付けるように2022年4月4日には世界保健機関が世界人口の 99% は基準値を上回る汚染された空気を吸っていると発表。特に低中所得の国に住む人々が最もひどい大気汚染の中で暮らしており、東南アジアと地中海東部、アフリカの順に空気が悪かったよう。
これは世界117カ国、6000都市から大気の質を調査した結果で、世界保健機関が掲げる大気汚染基準を多くの都市が超えているそうです。2022年度版では二酸化窒素の年平均濃度や PM10、PM2.5 などの測定値が初めて集計され、世界保健機関は化石燃料の使用を抑制するべきと主張しており、各国の政府機関に呼びかけています。世界でも大気汚染は深刻ですが、2022年7月24日は四日市公害訴訟の判決からちょうど50年。今一度歴史と教訓を振り返り、自分の身の回りからできることで環境に配慮した行動をしていきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。